こんばんは、平井博明です。そもそも狙ってますか？狙ってない人が多いと思いました。練習とか見てて、コースとか見てて。ターゲットを？ただ振ってるだけ。なんでこの動画撮ろうとしたかというと、もちろんそのボールをターゲットに運ぼうとする動きをしてないっていうことで、そうしないとターゲットに飛ばないっていうことなんですよ。なんでコントロールできないとか、そもそもまっすぐ飛ばないとか、曲げたのに曲がらないとか、そういうことが起こるので、この動画撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。でもそれレベルに言うんじゃない？やってる人。けど俺とかやっぱ全然やってないからさ、打ってって言われたらさ、30センチのパターン。そう。いや、それは狙うよ。狙うよね。パターンは狙う。狙うよね。けど、でも徹くんが例えば1年2年ゴルフやってって、じゃあ徹くんがワンナップゴルフ知らないとして、 YouTube 見るじゃない。でパターは知ってる、こうやってんだよ、ってなるじゃん。したら30センチ考えないで、30センチのパターをただこうやってやって外れるとか出てくるから。そう、それが多い、今見てて。そうか、パターだよ。パターでも動きなの？全然あるから。パターだってさ、パターだからさ、とりあえず狙って打てばいいじゃん。そう、どんなんでも。そう、それができなくなるの。なんで？魔法をかけられるから。めっちゃあんだよ、見てて。だってさ、これ経験者だったら分かるんだけど、1メーターの曲がるラインなんて形じゃないから。そうだよね。あ、まっすぐだってそうなのに、1メーターのちょいフック、ちょいスライスなんてもうさ、感覚でしかないのよ。もうこれ、もうあそこにあのタッチでポンって当てるだけなの。それを形でやるから入らないの。形ないと思うんです。あんだよ、あんだよ、あんの、やってんの。なんかだんだんパターンはさ、狙ってるコツだけじゃん。ああ、だからそのうちに自分もなんかそういうのができてくるだけなのかも。それ理想、そうなってほしいの。それが一番いいんだけど、そうなる前の過程でもないことをやってる人がいる。そうなの。うん。でもあれよ、パターンのことは見ない。本当なのよね。ねえ。なんでなんだろう。ねえ。ほとんどショットなんて、50点60点である程度グリーン乗ってりゃいいのに、パターが入ってたら絶対もっとすごいんだよ。だけどパターの動画一切伸びないから。伸びない。あ、本当にね、パットイズマネーって言ってんのにちょっとなと思っちゃうんだけど。でもそう、これもちろんちっちゃいアプローチもそう。これマットにまっすぐ打つとして、こうやって構えるじゃない。こうやってやってる。俺さ、打ってるけど打ってないじゃん。なんかさ、そう、動いてるだけじゃん。そう、これじゃ寄らないよねって。何ヤードにどういう球を打とうとしてるの、できなくていい。何ヤードにどういう球を打とうとしてるのかを口に出してからやってみなさいって。これもタケちゃんと話してたんだけど、あ、それできないって言う人もいる。やってないけど、やってみようよ。例えばさ、あの白い旗、こうやって構えて、白い旗にこうやって構えて打とうとして、こうやってやったらあそこ行くじゃん、近く。もうあれ打とうとしてるから、あそこに。もう全力でこうやって。でもそうだよね、絶対に外していけないフリースローとかがそうやってやるよね。そう、もう形関係ないって言ったらさ、絶対自分で入るかもしれないっていう打ち方をやるじゃない。そうだね。ああ、すげえ狙って打つ。そう、超狙うじゃん。それがないないんだよ。だから全然切羽詰まってないんだよ。ああ、こうやって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 やったりするから。そう、当たんないよ。それアドレス、すごいあるあるっぽい感じのアドレスだよ。足だけさ、オープンにする意味ちゃんと理解してって思っちゃう。まっすぐ行かないんだな。だってさ、ターゲットに振ってないじゃん。もうこうやって振ってんじゃん。そうしたらさ、絶対左行くじゃん。左行くって言われたらさ、うんってなる。ちゃんとターゲットにこうやって出していってるって思っちゃう。うん、そういうのが全ショットですよ。全ショット、パターからドライバーまで全部そうやってやらなきゃいけないんですよ、フォロースルーを。ただクラブの惰性でこうやって出してるだけやったらダメなんですよ。前も動画で言ったけど、ここに出すんだ、出されるんじゃなくて自分から出さなきゃいけないんですよ、こうやって。でそれがターゲット向いてるかどうか、すごい大事なんですよ。フォローする、大事なこといっぱいあるのに大事なことやってないから、こういう動画が生まれるの。本当に
本当思いますよ。でもこれからですよ。ちゃんとワンラップゴルフっていう動画を見ていただいて、一個一個丁寧にやっていくことが大事です。本当に一個言われたら一個忘れちゃうんだったら一個ずつ書いていけばいいの。でもそれめんどくさくてやらないから一個ずつ忘れるの。だからそれをちゃんとやるってことです。それが大事です。やるならやる、やらないならやらない、中途半端にやるのも良くないので、しっかりとこう丸バツをつけること、はっきりさせることがすごく大事です。ちなみに今の聞いてもらったんだけど、ワンナップゴルフに来ると、ちゃんとそれは宿題でもらえる、もらえる、やることもらえる、もらえるんだ、もらえる、それだけやればいい、それだけやればいい、わかりやすいんでしょ。わあ、わあ、すいません、本当にそれだけやる、ああそれだけやる、あの今日の人も俺本当に今日の人トール君のクレーマーだからね。嘘、相模原から今日来てくださって、ワンナップ多分トップ3に入るぐらい 大ファンなので、トール君のことも大好きなので、だけどトールさんにちゃんと言っといてくださいって、1センチ2センチ動かすだけじゃなかったって言っといてくださいって言ったそう、あのトール君はその別な仕事があるんでレッスンには来ないんですよ、僕だけなんで。でもトール君は1センチ2センチしか動かさないっていつも言うんですよ、僕のことそう、だからちゃんとレッスンしてましたって言っといてくださいって言った。そう、俺知らないからね。そうその方もそうだったんだけど、その方はクラブがこっちから入っちゃうの。そのこっちから入っちゃう理由っていうのは、別に飛ばそうとも上げようとも捕まえようともしてないのにこっちから入っちゃうの。でその理由が、前に受けてたレッスンの人がこバックスイング上げたら手を下ろせってたんだ、こうやって。そうだからこうやってなっちゃう、そこからよ。だからマイナスからゼロにしてからレッスンスタート。だからそのマイナスからゼロにしてた時間の料金をそのレッスン、昔やってたレッスンからちょうだいって思った。そうだね、払ってもらわないと。そう、そこからクラブをね、トール君のさっきの疑問ってなんだっけ、あそう、宿題、そう、それでこうなるからクラブがこうならないようにダウンスイングを迎えられる課題っていうのを出す。それに対して基本となるベースのドリルの宿題と、それを強制する宿題とを2つ出すわけよ。それをまあ好きな方やってくださいと、均等にやってくれるのがいいんだけど、必ずその強制する方とベースとなって常に進んでっていいもののドリルの2つを出す。あ、そう、簡単よ。でもそれ次来るまで違うことやっちゃうんでしょ、我慢できなくてね。でも最近は減った、そういうことは減って、皆さんちゃんとやってきてくれるわけ。そう、だからレッスン早い、結構予約とかない無駄にできないよね。マジで。そうなんですよ。マジで無駄にできないから。無駄にできない。余計なことやってさ、そう、違いますなんて言われたらさ、また取れなくて、そう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 。そう。やってる場合じゃない。そう。もう本当嬉しくなっちゃうよね、俺もやってて。だいたい素振りで半分分かって、フルショットのアプローチ以外でフルショットを1球か2球打ったらもう100分かるから。その前回のレッスン。ちゃんとやってきたかどうか。そう、それを見た瞬間に、あ、絶対やってる、この人すごいやってるって分かるわけよ、動きでね。絶対今までなかった動きだから、そしたらめっちゃ嬉しいもん、やっぱり良くなってるんだ。良くなってる。今もう9割ぐらいみんなそう見てて、できてなくても絶対一歩下がってはないわけよ。そうだよね。そう、やろうとしてる動きが見えるから、はい、でそれにちょっと押してあげると、それが一気にできる時もある、そう。だから俺はもう全然ボロボロになったっていうの以外は俺はプラスだと思ってるわけ。悪いのの現状維持だって俺はプラスだと思ってるから、それ以上悪くなってなければ、だからそれは全然構わない。だからそういうのも含めて、ただ本当に良くなったなと思う方多いよね最近。アッパーの方だけになっちゃうんだけど、でもそうなんだけど、そう、でも本当多い。昔ね、友達に言われてなんか違うことやっちゃいましたっていう人もいたもん。いらっしゃいましたね。それはだからうちじゃないですっていう。その人に習えばいい。そうです、そうです。だから本当にその方に俺は負けたわけだから。そうそう、友達にね。そう、友達に。友達、久々に3ヶ月ぶりぐらいにラウンド行って、たけちゃんと行ってきたんですけど、プロとアマチュアの違い、一番大きいのってドライバーじゃないんだよなと思った。やっぱりね、まあ、パターもうまいんだけど、アイアンがうまい。やっぱりうまいよね。グリーン外さないもんね。いやー、タケちゃんアイアンうまいなと思って。アイちゃんはウッドがうまいよ。アイちゃんはだってウッドとアイアン逆転してるから。逆転してるの。もちろんアイアンは四股うまいよ。だけどウッドというアイアンうまいんだ。うまい、うまいけど普通にうまいの、アイアンは。だけど普通にうまいよ、ウッドとユーティリティが超えてるってこと。世界一うまいだろうね、宮里愛ちゃんですよ。はい、やばかったと思う。神がかってた。あ、
だって外人と50ヤードぐらいティーショットの差があって、外人のアイアンよりウッドユーティリティが内側につくんだから、それはさ4番手5番手短く持った選手はプレッシャーだよね。そうだね、変な試合のプレッシャーじゃないプレッシャーだよね。あ、そうだね、うん、そうだね。だってウッドでさワンピンとかに毎回つけていくんだよ。それやばくない？いや、やべえなと思って見てて。世界ランク1位になった時に開幕5戦で3勝した時があったの。開幕5戦で3勝アメリカだよ。その時なんてウッドユーティリティが全部58度に見えたから俺。え、てかさ、ウッドユーティリティで止まるの？止められる番手は限られてる。多分ユーティリティの5番とかそれぐらいしか止められないから、うん、花道を狙っていくんだから。要は狙う場所が限られるわけじゃない。マネジメントをしっかりやらないと狙えないわけじゃない。うん、それが決まるんだから。そこに打てると。打てる。だから58度がね10本ぐらい入ってるように俺は見えた。すげえなーと思って。でパターうまいでしょ。それは勝つよね。言っても飛ぶ方じゃなかったから相当置いていかれて、まあ向こうのね選手が飛ぶからさ。でも日本ではまあ別に普通ぐらいだったのよ。飛ばない方でも見ててなかった。と俺は記憶してるんだけど、にしてもやっぱり向こう行ったらやっぱ置いてかれる機会が多かったんだけど、それよりもユーティリティウッドがやばかった。持ってる、持ってる、何かこう突出してる部分がある。つけられる、機につけられる。あ、そう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 、得意のクラブ。ああすげえなと思った、あれは本当に。だからそういう何かこう光るものを磨き上げる、磨き続けることってすごく大事。日本人の昔からの教えとしてはさ、苦手なものをちゃんとできるようにしなさいとかって多いでしょ。外国はそんなこと教えないからね。やべえ伸びろっていう感じだから。でもプロでアイアン苦手な人っていないでしょ。いないね、多分プロになれないから。苦手とかじゃないんだよ、なんかそれが普通みたいな。あ、そう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 、だからアイアン音もそうなんだけど、アイアンがね弱い強さもそうだし威力もそうだし攻撃性もそうだし、アイアンの存在感が弱すぎる。変な話、ドライバーの存在感なんて一番なくていいからね。みんなそんなドライバーだったの？ドライバーが一番光ってるから。3番ウッド以下が全部自分のもので、ドライバーだけ本当に5000ぐらいのだってスコアあんま変わんないからね。ただアイアンウェッジが変わったらスコアボロ変わりするから、もう絶対悪くなるから。タケちゃんなんて多分508度1本自分のだったら多分スコア変わんないんじゃないそんぐらい上手いからね。それぐらいだからアイアンの重要性っていうのはある。だからアイアンをいっぱい練習して、アイアンをどういう風にボールに対して入れるかを考えていく練習をしてった方が絶対スコアに結びつくと思います。まあそれも含めてやっぱり狙うことって大事なんですよ。まあ話戻すと、だからね、ちゃんと狙い撃ちをすること、自分でターゲットを決めて、でそこにまず立つ練習、打つんじゃないんですよ、まず立つ練習です。そのターゲットに対してこう立った方がいいのか、こう立った方がいいのか、こう立った方がいいのか、自分をどういうタイプなのかっていうのも大事だし、遊び感覚でいいんですよ、そんなの見つけるの。そこに対してターゲットが見えたら、ターゲットに対してちゃんとこうやって出していけてるか、こういうことですよね。ただこうやって振るだけだったら絶対ターゲットには飛んでいかないってことなんですよ。どんなショットでも300ヤードでも1ヤードでもちゃんとターゲットに打つ意識がないとダメってことです。じゃないとクラブがそこに出ないんで、その意識を持ってぜひ練習してみてください。はい、で今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。